オリアンタイタンボの遺跡、オリアンタイタンボとは、インカ帝国の砦の遺跡である。1536年、マンコインカユパンキがスペインに対し反乱を起こした際、立てこもったが、スペイン軍の攻撃の前に、オリアンタイタンボは放棄された。オリアンタイタンボ遺跡は、ピルカノータウルバンバ川沿いの町ビサクの北方50キロメートルの、ウルバンバ川支流パタカンチャ川が流れ込む。 谷間のオリアンタイ田んぼの町に存在する。川岸の平地と急な斜面に築かれた建築物は、インカの都市建設の主な特徴を備えており、標高2846メートルにある、この鳥では正面に6枚岩の壁を備え、その異様を誇っている。この6枚岩は遺跡の頂上にあった太陽神殿の一部を構成していると考えられ、 材料は数キロメートル下流より切り出された。さらにこの六枚岩の背後には太陽神殿を構成していたと考えられる主要建築物が山上まで続いている。この山上までは防壁も続いており、これには壁岩などが作られているが、インカ建築物によく見られる自然石を掘ったものである。鳥出南西部には住居跡が存在し、 ウルバンバ川沿いのマニャイラ海広場を見下ろす斜面には石を積んで形成された17層のテラスも存在している。さらにはウルバンバ川を挟んだ向かい側にはアンデネスが存在し、パタカンチャ、川向かい側の急斜面には用途不明ながら3層の建築物が存在しており、弊社、もしくは牢獄などとする説が存在する。取り出ないには 水路が岩に掘り込まれており、マンコインカユパンキが牢状した際にも水に困ることはなかった。さらに、王女の浴場と呼ばれる箇所も存在する。前景6枚岩1536年5月、マンコインカユパンキが決起。クスコ、リマなどは圧倒的多数のインカ軍に包囲されていた。しかし、8月、インカ軍は食料が不足しており、 さらに作物の種まきをする必要があったため、クスコの包囲を解き、クスコ北方を流れるウルバンバ川近辺のオリアンタイタンボを取に退却した。そのため、フランシスコ・ピサロのイボ邸、エルナンド・ピサロは砦を攻撃したが、守りが固いため、失敗に終わり、クスコへ退却したが、エルナンド・ピサロはチリより帰還した、ディエゴであるマグロに捕らえられることとなった。 これはピサロ派とアルマグロ派のさかいが発生していた。マンコインカユパンキは結局、スペイン軍の500名の大軍の前に戦わずして、ウルバンバ川下流のビルカバンバへ撤退した。スペイン支配下となったオリアンタイタンボは、太陽神殿などのすべてが、スペイン人によって略奪され、現在は当時の姿をとどめていない。ありがとうございます。